は。まだ三代目そこまでなんか知られてなかったっけ？知られてないでしょ。だって、うん、スプラッシュマウンテンしっかり並んだしね。並んだな、うん、で、なんか、知ってる方に声かけてもらって。あった、あった。あ、今市さん、応援してますっつって。で、俺も横にいたんで、握手されるのかなと思ったら、あ、スタッフさんの方ですかって言われて。俺はその時、心の中で、いつか売れてやるって思いました。でもさ、あの時、うん、マジで落ちてたの、ケンちゃん、ね。いや、俺落ちたよ、マジで。あ、俺って、スタッフさんに見られんや。落ちてた、ケンちゃん落ちてた、覚えてる、それ。だから、ディズニーでむっちゃはしゃいだもん、俺。